どうもこっちです。本日はカード能力の変更について見ていきたいと思います。デュエルマスターズプレイス運営チームからお知らせいたします。カード能力の変更及び経緯、母なる大地下方修正です。まあね、サイクリカとのね相性が良すぎたよね、やっぱね。実は自分デュエプレの動画で取りためてるものがあって、ちょっとねそこでも結構やっぱね、無限ループ入ると負け確になるなって試合がすごい多かったから、まあ、負け格状況で、まあ、サレンダーを強要するみたいな感じのデッキではあったから、第一サイクリカビルヘルムなんてね。だからまあ、これはね、調整を施さなきゃ、ありがとうございます。そう、自分もね、ちゃんとアンケートで書いたからね、これ。声が届いてよかったです。で、見ていこう。8コスになったと。まあ、これはね、まあ、7から8になったらね、サイクリカで使い回せなくなるから、だいぶマシになるよね。まあね、フォアグリ使い回しでビートを止めるっていう使い方はまだできるから、サイクリカはめちゃくちゃまだ強いけど、でも全然、ビルヘルム無限ループをひたすらやられるってことは減るからいいよね。で、その次はマナ武装7から5になったのいいね。効果は特に変わってないかな、他は。まあいいね、だからなんて、例えば自然と光で使うみたいな使い方ができるのはめちゃくちゃいいね。単色マナ武装はね、軽くなったらめちゃくちゃ自由度が高くなるから、すごくいい調整だなと思います。で、デカルト Q とかもそうだよね。これもさ、自然と水で合わせてみたいな使い方ができるから、すごくいいんじゃないかな。で、効果は変わってないよね。で、罪と罰もね、そうだね。罪と罰使うかって言われるとちょっとわかんないけどさ。外元帥はね、マナ武装5になることによって、自然と混ぜやすくなったっていうことで、まあ自分がね、一つ考えてたのが、斬撃マハーマーを置いて、で、ボルバルザーク X 出す、外元帥出す、外元帥効果でバルケリオス出す、で、その後に、斬撃マハーマークロスからの3点3点とどめで終わりだっていう、まあぶっちゃけボルメデウス武者でよくねっていう構築を考えてたんだけど、まあそれに限らずね、マナ武装5になったっていうのはすごくいいかなっていうふうに思います。結構最近さ、非自然モルネクとかよく見るから、混ぜ物がしやすくなって入れやすくなったっていうのはすごくいいかなって思います。オトマクットはね、強いと思う、正直。オトマクットは、まあ、元から自然単で組めるところはあったんだけど、マナ武装5でさ、7回復はね、十分強いと思う、このカードは。おまけに除去でも使えるから、なんならこのサイクルで一番強化されたのがオトマクットじゃないかな。打点兼除去札みたいに使えるっていうことで、結構カードのパワーは高いよね、オトマクット。結構だから、いろんなデッキとかに入れようと思えば入れられるんじゃないかなと思うから、すごくいいなと思います。ああ、そうなんだ、これ。自分起きたことないけど、そういう目的なんだね。自分のサイクリカの効果は1回のみだから、まあ、トリガーとかで出てきたサイクリカが、ちゃんと動けるようになるよっていう。まあ、これはまあ、いい調整だね。これはすごくね、いい調整だなと思います。ナーフとかじゃないけどさ。で、エバーラストは、ああ、供給量直すと。ああ、で、そうだね。で、この、母なる大地が、まあ、砕きやすくなると。で、これは多分、まあ、来週あたりに来るのかな。まあ、こちらはね、すごくいい修正だなって思います。で、自分のデッキをちょっと見ていくと、母なる大地が8コスになることによってダメージ受けるデッキは結構ありますね。大ダメージなのが、このミセスワーカーがダメージ受けますね。7軸だったんだけど、この母なる大地が8コスになることによって、ミセスワーカーの外れ枠になっちゃうので、ここを変えなきゃいけないなっていうところが自分は残念かな。うん、だから全国のミセスワーク扱いさんもね、結構悩むかなって思います。あとはでも、情報って意味で言うと、ロイヤルセブンがですね、なんと、母なる大地が8コスになることによって、ガチンコジャッジが強くなるので、ロイヤルストレートフラッシュカイザーを使う人は、嬉しい変更ですね、こちらは。母なる大地がなんと8コスになるから、ガチンコジャッジに強くなるよっていうことで、重さが響いたら抜いちゃうかもだけど、意外とね、使いやすいトリガー枠で、母なる大地って十分強いから、そのまま入れるかなっていうふうに思います。まあ、そんなところかな。皆さんはどうですか？母なる大地、8コスになってダメージ受けましたか？という、まあ、雑な終わり方で、この動画は終わります。見てくださり、ありがとうございます。面白かった人、電話が懐かしかった人、チャンネル登録、お願いします。アリーベゼルチ、バイバイ。